はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングです。こんにちは。本日は、クローズアップ、使っていこうと思います、はい。あ、よろしくお願いします。はい。はい、ちょっと私事で、申し訳ないですけど、はい。マイクが、ちゃんとなりました。めちゃくちゃ私事だね。はい。うん、やっぱ、ブボボボとかね。口へがね。そう、なんだかんだやっぱ、ちょっとコメントでやっぱ、ちょっと、早めにどうにかしてくれというのがあったので、まあ、それは兵器着たくないから、やっぱみんな。いや、へじゃないんだけど、ね、口へじゃないから。で、口へで変換してみてないから、みんな、スマホで。安心していただいて、はい、で今日はクローズアップと。はい、クローズアップ。まあ、寿司別注使って、赤ザップ使って、あれ、ザップ強えな、はい、からのクローズアップと。はいはい、でもぐるーって回ってきたわけね。うん、まあ、でもそれもね、大事ですからね。うん、そうやって気づくというのも大事ですし、うん、まあ、それでまた改めてザップ強えっていうのを体験できればということで。うんうん、はい、これやっていきましょうか。じゃあ、はい、お願いします。はい、タチウオ。はい、さあ、タチウオのアサリの方でございますね。計測一発目だからね、これはね、うん、勝たないといけないよ。大事だよ、大事アサリ。まあでも計測って一番そのなんつうのカオスでもあるんだよね、結構。そうだね、いろんなパワー体の人が混ざってはいると、うん、腕前がやっぱこの前の深さっていった感じで、はい、まあそれも、あ、頑張れ、ナイス、ナイスカバー、ナイスですね。それもアップデの醍醐味だからね、その強くなったぞっていうのを触ってみた結果、ザップの方がいい。スバ、あ、とりあえず入れてでも時間を稼ごうというその浅はかな朝の墓でございますね。おっと、さあここで奥の方まで取れた、作ってさえくれればすぐ入るが、いかがなもんか。お、10個は増えてね、10個は超えた。おお、バッ、うーん、わし、うん、まあ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 、あら、飛んでいきます。おお、ぽい、で、うん、さあさあ、一点ピンチですね。一点してくん、チェイ。さあ、ただ、相手もまだガチアサリが出来上がってない状態での、この進軍でしたね。うん、下がれー。いやー、下がれー。真上すぎる。真上すぎだね。真上すぎ。さあ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 。あー、それ、火、無理だ。引けないな、あれ。これはまずい。エクスちゃん、どんだけ残れるか。お、でもいいよ、結構残ってるよ。このレベル帯はね、もう切るとしかないんですよ。なるほどね。倒して、その塗りがどうとか作戦がどうとかじゃなくて、敵を減らすね。そうそうそうだ、もう一匹右に突起したけどね。ああ、上のレールのとこはね、膨らんでましたね、いつもより。ナイスですよ。さあ、やったが、切り取らないと。そうですね、最低に1交換持ってきたいよ。いやー、うっ、チャだ、奥のチャーが引いてほしい。いいカバー、引けない、引けないと飛べない。お、やってはいる。死んじゃったでしょ。うん、その辺がむずいね。さあ、まあね、倒すより生き残るはね、大事ですよ。さあ、でもこれはいい止め方。80ということはもうガチアサリ1個で絶対返せるし、かつそのガチアサリもゲットしてる。ナイスだよ、その打ち勝ちは。作り上がっちゃって、いやー、うーん、ギリ投げれてない。チャーくらいんで、それ倒せないだろう。あらー、しかも手前のアサリを持ってくる様子もなし。これは厳しい、もたいないね。もたい内臓ですね。もうここは
さあやられている。うんうんうん、ナイスですよ。ぬ、いや引けない。ぬ、長いねーそれ。さあ時間もなかなかまずいよ、迫ってきてるんだ。1分、どうなってんだこれ。なぜこんなピンチなのか、どうしてこんなに焦らなければならないのか。いやー、うちは一発ずつだとしてね。いやー、おお、下がった。これはつらです。うん、さあ残り15秒。うっ、チャンスないわけじゃないけど、今までのこの流れを見ると味方に期待はできなそう。さあただバリアは壊している。そのもう一歩上、そこのチャージャーさえなんとか下がらせれば、あるにはあるぞ、あるにはあるぞ、でかいのを持ってくるっていう概念が頭にあればあるぞ。よし、危ねえ、危ねえ、もうこれどうなってんだよ。よかった。マジきつかったんだけど。なんかすごい波乱の一発目でしたね。まあ3対4とかの感じだったね。まあでも、まあ勝てればいい。まあまあ勝ちはいいっすわ。はい、うん、はい、アマビー。はい、さあアマビの方で OK でーす。あっさりお願いしますよ。はい、おー、うー重い。あー、これやばいね。おお、あら、あ、これやばいね。やば重。相手はノーチラクーゲル。なかなか面白い編成になってますよ。お互いかなり面白編成です。ナイスですね。ノーチラってのはでかい。おー、いいよ、2枚。余地でも、あー、いいね。あー、ナイスナイス。あー、これはね、人がいいっすね。武器ダメでも。人がいい。うん、人がいい。なるほど。武器編成はちょっと心配だけど。重めだけど、割とそれ関係なく前に出るんで、あー、うん、ちょっとまあ、いけそう。もしくはそれを見て、あ、これは前に出ないとって思える人はね、ちゃんとね。うん。プレイヤーの皆さんが。これ、いいことだよ。お、9個ならもしかしたら、どっかに1個余ってて。あらら、あー、落としちゃった1個。あらら、はっはっはっは。一番凹むよねー。あ、でもこの間に何かしてくれてるはず。さあどうだ。お、いいねー。あー、でも。いやいや、全然いい、全然いい。前の方でね。まだ、まだこの辺にラインがあったから、今ので。あれ、たまにね、時事にラインがある時があるんで。そうなると結構ね、この武器構成だとそういう人多いんですけど。あ、なるほどね、うん、その武器準拠の動きしすぎちゃって。お、見えてたか。ああ、あっさり見えてたな今。そうだね、潜れずでしたね。さあそんな中で、まあ、ね、あー、 やられたのはやばいけど、結局プレイヤー力ですから、武器の強さじゃなくて。あ、それまーず。あららん。さあここは落ち着いて、落ち着き払って行かなければならない。ナイスです。ナイス、ペッペと。いいですよ。リードさせなかったので、かっか、早いし長い。いいよいいよ、一旦嫌な挙動して。全然打たねえ。ね、めちゃくちゃ狙いそうでしたね。なぜこれ一発に全てかけてたな。いやー、これ無理だ。お、そうだ、無理かな。ちゃっちゃー。まあ2枚、いやー、これまずいぞ。いやー、ここでやっぱね、やられるのがね、まあ、あれきっかけになっちゃうね。きっかけなんですよね。
逆転のきっかけになりますね。ここって超有利位置だから、こうやって降りない限りは、基本的には死なないんですよね。ちょっとだからこう、あ、出た。メス。死んじゃダメなんだけど、死なないと大事ですね。血気盛んにならないようにしなきゃいけないね。ここは落ち着いて、ここはナイスですよ。ナイスですね。さあ、そしてここがメガヤですね。いよいよ生き残ってんでかいよ。まだまだ1分30秒、全然いいんじゃないでしょうか。ヘルポチェ、よかったよ。ここ今やられなかったのはかなり大事だね。いやー、デカだー。うわーい、デカダンス。あー、あと1個入れたいね。あー、さすがに、さすがに、うん、まあでもあと1個は、うん、狙いにいっていいよね。やっぱノックアウトだから。まあ確かに、相手も全力で止めるからね、うん、ちゃんと相手は足止めはできるから。一回出すだけ出して、くるっと回ってくる。いや、その飛びは謎飛びしたな。うーん、ちょっと強気すぎましたね。かミスなのかわかんないけど、まあでもまあ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 いけるんじゃない、さすがに。あと10秒ですからね。まあ、しかももう戻ってきてますしね。もう戻ってきてるのであれば大丈夫でしょう。うー、はい。近かったな今。近かったよ。ああ、スバです。ああ、もうどうしようもないでしょう。オッケー。危ない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 。ナイス止めです。これはプレイヤーのこの動きが良かったね。そうだね。うん。うん、前に出てくれてたし、ま。ちゃんと武器編成見て、あ、これは前出なきゃと思ってくれたのか。うん、ちゃんといい動きしてましたね。はい。はい、で大事です。武器じゃない。人。スプラトゥーンは、人。人ですね。はい、アマビー。はい。さあ、行きましょうか。うん、アマビーでな、こちらのアサリでございますね。さあ。お、なるほど。あら、お風呂。相手はお風呂がいて、H3 リールか。なるほど。長めがちょっと多めな感じはしますが、いいスペシャルがそう。そうってます、ね。いや、見えてないよ。見えてあの、やっぱあの仕事量まで使ったらね、やっぱやりたいよね。これね、パッキンを打つと下が濡れない現象ね。ナイスですよ、ナイスですよ、ナイスですよ。いいよ、かなりこれは乗ってきてるね。いい、スピード回収したが、ここは一旦下がる。いいですよ、これがカバーです。皆さん今ご覧いただきましたでしょうか。今のがカバーと言います。うわー、素晴らしい。ナイスですよ。さあ、上やられちゃいましたが、うわ、いいですね。アーマーも使って、まだまだ延長させますよ。無理か、それ入れる。でか、あ、でかアサリいらんなかった。チビアサリも入ってない。さあ、もうここ見てる余裕ないよ、相手。飛んでいいんじゃねえの、飛んでいいんじゃねえの。あー、もう普通に来てる。トン。
変。うえ。さあ、2箇所から見られるとさすがに帰らざるを得ないが、ナイスですよ。今のがカバーです。ナイスです。うーん。あ、リード。あ、風呂にやられてんのか、俺今。ぬ。ね、風呂の泡がどっかにいましたね。飛んできてましたよ。正面リールかと思いましたね、今のは。はい。不思議なもん、ありますね。ナイスですよ。さあ、ここのケアが甘いな、相手。うー。自陣見ますか。はい。見てください。ナイスですよ。この辺の塗り、あと俺が取んないと。確かに、塗りはやはり取りやすいな、西沢。上からの弾道は見えている。さあ、降りたが、下がるしかないね。いいですよ、時間使わして。ちょっと待って、これ。うん。やりはしたが。お、ローラー見てね。まずい。ナイス。そしたら無視です。とっとと入れてしまえば、あれは。いや、これ待って。人数不利につながると思ったが、ここは簡単には入れられない。雨がきつい。うー、9番がつい。いいよ。さあ、二落ち？チャンス到来？さあ、ノーマーク。ナイス、ノーマーク。いいっすよ。ナイス、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 ナイスの、この曲者。ナイス。いや、かぶった。あと1個。うん、さすがに。さすが。おー、よく入れた、よく入れた。それナイスだ、ナイス。いい入れたねー。いや、これはね、かなりいい。あの前目での邪魔っけ。そうだね。やっぱ前目の構成はノラ超楽だな。うんうん。このレベル帯はね、上になると声欲しくなるけど。結局ね、チームワークしなきゃいけないのは大変だからね。うん。はい。アマ美術大学にて。今日の週はい、行きましょうか。うん、さあ、今日の週ですよ。集中してみせる試合。さあ、今回は、アメアビーでございます。さあ、こちらは、相手方には、超ロングはいないですけど、こっちは、チャージャー。プレス上がりますね。とか、結構平均、長さの平均値が少し高いですね、こっちは。スイカの名産地みたいですね。おー、いいですよ。いきなり2枚、やはりこの位置強いですね。いやー、ごめん、やだ。得意な位置ですが、ふう。相手にもいますね。相手にも2、3倒してくるやつがいるということですね。さあ、おっと、強気強気にグイッと入ってきましたね。さあ、一人やって。シーマネの位置は割れているか。さあ、奥までは来ましたが、アサリがまだ出来上がっておらず。あ、やべ。この戻しすぎた。いいですよ。それやめてくれ。ぬ、ナイス。さあ、二人だ、あと。ナイス玉で、うまいこと。ナイスですね。これは入れるぞ。あー、これ入れるね。いや、これは入れるね。うん。あ、入れる、ともさん。あー、全落ちた。ナイスです。あー、ナイスです。さあ、まだしかも手前のアサリも残ってる状態でこのカウント。
これはかなりいいと言っても過言ではないでしょうか。いいですよ。さあ見てるね。おお、さあもう一枚なあ。ああ、まただ。また取ってしまった。大きいのが持ってこれればそれだけで入るんですが、いかがでしょうか皆さん。判断力、まあ速さ大事よね、判断の。でかいです。でかいの前に投げてもうそれがダメよ。マジででかいの前に投げるの本当にやめた方がいい。あれはまああれがないよね、そのなんつうの、理由がないよね。前投げればこういういいことがあるがないんだよ。まあスピアとかで自分で完結できるなら前に投げて。なるほど。自分で前投げてスピア入れてみたいなやり方もあるんだけど。後で拾ってみたいなね。そうそうそう。はいはいはい、それができないならやんないほうがいい。まあね、完全に入ってから。ナイス。相手からしたらね、ただの。よっ。おい、拾ってねえのかい。おい、これはまたもやアサリ豆知識、アサリ小ネタポイントね。いやー、やれない。うーん、しんどーい。さあ、あんなにあんなにいっぱいカウントを入れるタイミングが作ったが、やはりこのね、ガチマッチというのは本棚下か、通話もできませんからね、難しいんですよ。ナイスですね。あら、なんとリードが入る。まさかのリードさ。あ、これは、これはに、あ、でもね、そうだね。うん、お前、持て。頼む、持て。え、下がってる。で、どうぞってね。開いたよーって言うから。そしたら入ってもらう。いいよ。そうなんですよ、個人個人の力はね強いんですよ。やはりアサリというのが難しい。それやってない。ナイスナイスナイス。それ入れれるぞ今。そうですね、味方の、いや左から大丈夫か、それいけるか、いけるか、いやか、ナイスですよ。さあそのまま維持してくれれば。はあ、維持してるわ。一歩手前の方に飛んだが入れれるね。危ない、アサリは難しい。やっぱり、うん、簡単。危ない、アサリは危ないってなんて、アサリは簡単だって。やっぱそれ、いや、これをね、やっぱ4人が4人よしこれでいこうってなるのはね、確率の問題で大変ですよ。ああ、いいでしょ。チャンネル登録お願いします。